それで俺イギリス人にくれともなんとも言ってねえのに MDMA だかエクスタシーだかそんなものを飲まされて、あ、未だにキャッシュ金を請求されてんだよ。勝手にな、飲み物の中になんか MDMA かエクスタシーを飲ましてさ、おめえのためにやってやってからよ、ちょっと働いてくれよとか言ってよ。なんだそらって、そんなもん頼んでねえし、自分で飲もうと思ってねえ時に飲んだことねえものをどん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 飲まして、あいつら犯罪集団だろうっていうの。俺なんか MDMA 知らねえうちに飲まされるつもりはねえかったぜっていうの。 MDMA なんだそれ、いろんなドラッグをな、あいつら盛るんだぜ、英国人かなイギリス人だ、うん、そんなもの混ぜとけとか言ったかっつんだよ。わかんねえ時に飲ませろとか言ったかっつんだよ。あ？そんな契約書にサインしたかよ、俺がよ。笑わせんな。俺外国の話っていうのは、英国しか行ってない、イギリスしか行ってないんで、あんまり他の国の言葉っていうか、英語でも、イギリス発音の方がまあ聞き取りやすかったやつ、カタカナ英語に近いとか日本人が真似しやすかった。まあ最近アメリカ英語のいわゆる単語の語尾が次の単語につながるような発音の仕方っていうのもまあ聞く分には聞き取りやすくなったんだけど、発音の仕方がちょっと難しいっていう、ね、ああいう感じで、まあ BBC よく聞いてたんだけど、 BBC ってまあイギリスの国営放送なんだけど、まああそこの重役にホモセクシャルのなんていうの、僕力のあるやつがいるんで、ホモセクシャルっていうかゲイの組合があるんだよな、イギリスには。でまあそこの組合の力を持った有力者がいるんだよ。まあそれで俺イギリス行った時にフランス人だったかな、まあいわゆる白人ともある程度付き合いはあったんだけど、フランス人のルームメイトがいて、名前忘れちゃったんだけど、四六時中つきまとってくるのね。いや、つきまとい行為なんだよあいつな。それですげえ迷惑して困ったんだよなあいつ。俺他のことやったりとか他の作業してんのにずーっともつきまとってくんだよ俺の生活にさ。そいて一緒にプラネタリウム行くよってな。プラネタリウム行くわね、俺はもう女の子と行くんならなんかムードがあっていいんだけど、そんなもう四六時中ベタ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 野郎のくせにつきまとってくる男のくせにな。まあ男のくせにって言っちゃ悪いんだけど、俺のこと好きだったのかもな、恋愛対象として見てたのかもなとは思うんだけど、まあちょっと俺の生活が侵害されることが多かったんで迷惑してた。そいつに関しては別にゲイの悪口言ってねえからな。だけどまあそいつがプラネタリウムの入り口まで歩いて行った時に入り口に置き去りにして、俺はもう他の男に巻いて逃げたんだ。巻いて逃げたっていうかもう置き去りにしちゃって、もうプラネタリウムをやろうと、なんかお星様の話でなんかロマンチックのプラネタリウムで寝転がって見たくねえなと、女の子と行きたかったよっていう感じだったんで、まあそれでその後そいつがもう泣き崩れたらしくてさ、なんていうの、大家さんとかさ、その家のさ、ホストファミリーっていうか、まあ、そこら辺にな。で俺のことを責め立てるんだよな、ね、未だにな。 BBC がな、英国のな国営放送がな聞いてるとな。それでな、まあ白人っていうよりはまあクリスチャンが多いんだろうな、イギリスの英国国教会っていうのがあるらしくて、まあそこら辺の考えではまあっていうかわかんないんだけど、まあクリスチャンって懺悔するのがまあ基本じゃん。懺悔しなさいっていう、
まあ自分の罪を認めなさいって、まあ一回認めればいいんだろうけど、なんかさ、あの自分の意見を通したい時にこいつに懺悔っていうか反省させや、あの自分の思い通りになると思ってんだよな、白人っていうか、まあそのクリスチャン的な、クリスチャンの悪用だよな、乱用してる、あのクリスチャンの教えの乱用主義者なんだ、あの BBC っていうのはね、あいつらな。で、それだから相手を反省させて、なんか自分の悪かったところをさ反省させ、無理やり反省させて自分の意見をゴリ押ししたいんだよ。それであの BBC のそのゲイの組合の方のあそこらへんな、あの有力者たちが、重役がな、でまあついでになんか自分たちの運動もゴリ押ししたいから、おめえのことを利用して、おめえが反省したら俺がな、俺が反省したらあのおめえの意見通してやるよみたいな、ね、そういう交換条件でな、ね、まあ戦争と一緒だよな。だから自分は悪くねえっていう意見なんで、白人野郎はな。それでおめえは悪かった、だからおめえは従え、屈服しろみたいな、そういうところがあって、あのそういうところは気に入らねえから、もう英国には本当に行きたくないんだよな。他のさ移民の仲間には会いたいんだけど、そうだな、移民っていうか、まあインド、パキスタン、ジャマイカンとかな、そこら辺との思い出はまあそんな悪くないから、ちょうどお互いを尊重し合って生活できたから、まあその強引なところがな、つきまとってな、いまだにつきまとわれてるよっていうな、英国の白人とかさ、まあそのフランス人のそのなんかゲイなのか何なのか分かんないけど、ものすげえ付きまとってきたやつのことを魚に、あのないつまでもなんかおめえ反省しろ反省しろとか言ってる。いや俺普通に友達付き合いならしてもよかったんだけど、四六時中あんなに付きまとわれたら俺のあの生活も侵害されちゃったんだよっていうことが言いたかったっていうな。おめえ分かってんのっていうことだよ。おめえが反省しろよっていう感じ。鏡になってやったと。分かったな。